最近部屋が汚いんだよね。果たさないと。これがコーヒーでタバコか。なんで潜っちゃうの？潜るの？オッケー。あ、ミッドランドさんいらっしゃい。ユートビッチいらっしゃい。カメラの位置、スタンドの、なんていうのかな、これを買ってきたんですよ。俺もともとスタンド持ってたのね。でパーツをね、ノンタンがなくしちゃって、俺はノンタンだと思ってんだけど、ノンタンがなんか洗面所でガチャガチャやってる時に、あのなくしちゃってガランガランって聞こえて、ああと思って、それからなくなったから。ゴンタさんはどつ、その三脚があるな、こういう。これ三脚なんだけど、これがなくなっちゃってたの。これ、あのカメラの下につけるやつなんだけど、これとカメラを接続して、ここに引っ掛けるっていうやつなのね、こうやって。そう。これを買った。うん。お眠か。オッケーオッケー。おやすみ。はい、ワトツー。ゴンタいらっしゃい。そうそう。で、あと、ビデオカメラ屋さんに行って、まあ、ちょうどいいから、あの、ウェブカメで、ウェブカメより高画質に、あの、配信するにはどうしたらいいですかっていう相談とかしてて、どういうアイテムがあるのか、勉強してきましたね。好きな人が卒業式3日前、体調不良で明日から、卒練休んでしまって、卒業式本番間に合うかかなり心配です。なんか情報量が多すぎるよ。そこに好きな人っていうのは何、一番優先的な情報はどこなの？好きな人ってこと。どういうこと？私バセドウ病だから食欲旺盛。バセドウ病って食欲上がんの？バセドウ病の人の顔立ちって俺結構好きな顔立ちなんだよね。あのバセドウ病ってあの甲状腺の病気なんだけど、綾香とか、あとあのエヴァンゲリオンのアスカの声優さんとかあんちなんだけど、あの目が出てくるんだよね。でも美人な人多くない？バセドウ病の人って、まあ本人は悩んでるからあれかもしれないけど、目がね大きくなっていって、こう目がギョロッとしていくっていうのかな。バセドウ病の人結構好きなタイプの顔の人多いんだけど、食欲上がるんだ。俺もでも甲状腺ね、あの震災から甲状腺がおかしいんだよね。もしかしたら甲状腺がんかもね。告白したいけど相手が卒業式に間に合うかだろ。卒業式本番に間に合うかかなり心配。卒業式本番が心配なんじゃないの？告白したいかどうかが心配ってこと？うん。最近タバコから電子タバコに切り替えました。マジで？裏切り者だよ、ユートビッチ。俺は全然普通にタバコ吸おうよって感じだけどね。そうなんだ。みんな電子タバコいっちゃうよね。本田圭佑もバスド病なんだ。
ベイプなんだけど、これまたうまい。タバコうまいんだ、電子タバコ。まあ合ってるならいいんじゃないかな。合ってるならありだと思うよ。KP、 アイコスよりベープの方がいい。どうなんだろうね。神宮前の伊藤病院に通ってる。へえ、都内なんだ。へえ。最近アイコスが人気でコンビニどこ行ってもカートリッジ置いてない。 KB マジか、そんなに人気なんだ。あれはタールが入ってないんだっけ。タールが入ってないから体にいいみたいな。そもそもね、タバコ吸う人がね、俺はだから前から言ってるけど、タバコを吸ったら寿命が長くなると思ってるから。あ、そうなんだ、アメスビ吸ってたんだ。タバコは寿命減らないっていうのが俺の考え方かな。ね、ネックスさん、電子タバコは深呼吸してるだけって感じで合わなかった。ほう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 。だから深呼吸は体にいいからね。深呼吸はいいですよ、体に。うせえなこれ。今日なんか急に冷えたね。昼間あったかかったのに夜になるとバーって冷え込んだ。すげえ寒い今。匂いがつかないから。ああ、まあ匂いはね、タバコ吸わない人からしたら臭いからね、それはあるよな。匂いはね、確かに喫煙しない人からすると迷惑だろうなとは思う。単純に臭いのは嫌だもんね。新しいフォロワーさん、ココチャさん、サファイア、アット、どれ深夜食堂さん、少年 K さん、フォローありがとう。全然いいんだよ。話は、俺は、なんかこう、話題を一方的に提供するタイプじゃなくて、リスナーさんとコミュニケーション取るのが好きで放送やってるタイプだから、むしろ話題を振ってくれる人は俺は優遇していきたいと考えてるぐらいだから。ありがたいですよ。放送やっていく上で。なんだろうな、どのタイミングでこれがずれるんだろうな。なんかすげえ、ん？すげえずれるんだよな。なんなんだろう。寒いよね、今日。雪降ってた？え？どこ？はるみさんはどつ？生活費ってどうしてるんですか？ふわっちで一応稼いでますね。なんでですか？僕の生活費気になります？うん、ふわっちで生計を立ててます。長野か。まあ長野は雪降るでしょう。長野は降るよ、雪国じゃん。だってまあでももうすぐね春だから。バガープレゼントありがとう。結構ラグある。なんかね、この新しい仕組み、こういう
こういうのを使ってから、すごいラグが出るようになっちゃって、どうしようか迷ってんだよね。でもラグあるとやっぱ聞きづらいもんなの。1分ぐらいラグ出てるよって言われて。最初使い始めの時ラグなかったんだけどな。何なんだろう。愛知も雪降ってた。おー。愛知ってどこだっけ？静岡の上？俺土地勘行ったことないところ覚えらんないんだよね。病気だから。子供の頃からすっごい苦手。千葉県と東京都と北海道と沖縄以外場所わかんなかったもん。あ、茨城ぐらいわかったか。子供の頃からそうなんだけど、知らないものをインプットするっていうか記憶に留めるのがすごい苦手なんだよね。24秒ぐらいラグあるっぽい。まあまあ許容範囲だよ。大丈夫だよ、うん、全然大丈夫大丈夫。24秒ぐらいね、そんな大したことないよ。結構ね、みんなもねラグってるもんだよ。他の配信者も普通に配信やったらどれくらいのラグだろうな。15秒20秒ぐらいのラグだと思うけど。おい、猫まんまさん、ハート2個ありがとう。ありがとうございます。ありがたいね。あざーす。来たーい。ハート3個ありがとう。ハート3個ありがとうございます。あざーす。いやー嬉しいっすね。ありがとう。そう、音割れるな。あ、ありがとうございます。ありがとう、ハート3個。あ。あ。ありがとうございます。こっちをでかくすると割れるんだ。あ。テース。おー、ありがとう。バーガー2個ありがとうございます。今日3個。えい、猫のまんまさん、ハート2個ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。今日寒かったよね。俺もすげえ寒いなと思って。今日は寒かった。すごいよね。でも、昼間暖かかったけどな。昼間は暖かかったけど、急に日が落ちてから寒くなったっていう印象。画質が重すぎんのかな。何なんだろう、キャプチャー。おい、来た。花火2つありがとうございます。ハッチー、愛してるよ。ハッチさんから花火2ついただきました。猫王さん、バーガープレゼントありがとう。花火来た、ありがとうございます。うわ、超嬉しいわ。あざーす。じゃあダンベルいきますか。ハッチさんから花火をいただいたので、ダンベル12回やります。きたー、アイテム大好き。いいね、いきます。重っ。1 2 3 4 5 6。こんばんは。7 8 9 10 11 12。ハチさん、ありがとうございます。よいしょ。雪降ったってことはやっぱ長野とかなのかな。みんなさっきもねその話してたんだよ。ハチありがとう。でもなんか最近東京は春っぽくなってきたよ、だんだん。なんか春の匂いがする。季節の匂いってない？おい、たくみさんはどつ？季節の匂いってあるじゃん。なんかね、あの匂いって原始的な記憶の脳みそと結びついてるから、実はね、思い出したりとかね、感情が高ぶったりって、匂いってすごい重要なんだよ。
ひねりながら上げるといい。なんで負荷かけんのよ、やだよ。みほちゃんはどつ罰ゲームなのに、さらになんで負荷上げさせようっすんだよ。新しいフォロワーさん、カリスンさんフォローありがとう。ダンベル、じゃあ俺別に体鍛えようと思ってやってないから、体を鍛えるためにやってんじゃなくて罰ゲームだからこれ。腕太くなったな、腕太くなったね。このまま行くとどこまで行くんだろうね。てか今日マジで寒い、暖房あげようかな。マジ寒くない？今日ちょっと暖房あげるわ。あー花粉が出たから。俺実は花粉症じゃないんだよね。はい、こんばんは。トライパーティーさんいらっしゃい。こんばんは。はい、あーちゃんはどつ。こんばんは。いらっしゃい。ロレさんの言ってたビール瓶ですね、やって鍛えてるの、やってる、やってるどころじゃないよ、もう動けないから。体中痛くてトレーニングできなくて動いてねえ、やってないわ。もうそれどころじゃないよ、もう。ドレさんとかタイガーマスクが思ってる以上に俺の体ボロボロになってるから、今今日もトレーニングしないよ。あ、ダボさんフォローありがとう。ダボさんからフォローいただきました、ありがとう。マチルダはどつ。やってない、もうそれどころか腕が上がんなかったりとか、首がむち打ちになってたりとか、もういろんなところがおかしいもん。それどころじゃない。体がやばい。ヤバタン、ワードタン、ヤバタンだから。トレーニングもね、ね、本当は負荷かけていかないといけないんだけど、なんつうの、みんながね思ってる以上に俺ヤバだから。ポスターセンター、嘘、ポスターの URL ちょうだい。え、ベンジョ太郎さんのツイッターかな。ベンジョ太郎さんツイッターアカウントいっぱいあるからわかんないんだよね、情報が。もしよかったら URL ください。俺がセンターなの。結構リスナーさん来るぜ。ヒカルくんすごいね。ヒカルくんのトレーニング昼間見たけどかっこよかったよ。夕方か。どこに行けば見れんの。情報ちょうだい、情報。え、どこだ。ベンジョ太郎、どこだ。
便所太郎。うわ、かっこいいじゃん。捨て頃のメダルかっこよくない？来た、ついに。あ、かっこいい、かっこいい。うん、何で送られた？できたんだ。LINE か。うわ、かっこいいじゃん。かっこいいじゃん。これって、公表していいやつなのかな？これって何？ツイッターに上がってるの？公表していいやつなの？こんばんは、お疲れ様です。年を取って活動が治りづらくなり、体の衰えと免疫力の低下を一人で嘆いてる。ワドはまだまだ若い。いやー、30超えてからガタッときてるけどね。30超えてからガタッときてるよ。なんかね、今リスナーさんからポスターが出来上がったそうなので、ちょっとポスターをね、皆さんに発表したいと思います。これなんかもう見せていいやつらしいんで、ついに完成したそうですよ。ででん。いいね、かっこよくない？結構いい感じなんだけど、思ってたより。これかっこいいよね。いや、なんかね、なんかテストのポスター見てた時にこれ大丈夫かって思ってたんだけど、クソだせえなと思って、大丈夫かなって思ってたんだけど、これ良くない？このこれいい感じだよね。サバーカに乗ってるんだ。おー、6月10日新木場ファーストリング。これデザインいいし、ヒカルくんの横じゃん。ど真ん中のセンターにしてくれたんだ。いいね、かっこいいよね、捨て頃。いい感じじゃん。てか何これ、塗りつぶされてるのは何なの？塗りつぶされてるのがよくわかんないんだけど、どういうことこれ。誰か欠席した？ちょっと拡大してみようか。まあ、便所太郎さんだよね。まあ、便所太郎さんがいて、タイマンバトル、包丁なし。いいね、ここ。1対1のタイマンバトル、包丁なし。包丁ありが見たいんじゃないのこれ。ああ、これでよ、一人一人ぶっ刺していくからよ、つって。で、まあ、上から見ていくと、4時山本。4時山本パーカー来てんだ。まあ、セブンさんね。で、金映えさん。ドレさん。で、これ、なんだろうね、塗りつぶされてんの。ズキティすげえ顔だな。ズキティが一番イケメンだろう、これ。ポスターガチだね。格闘技祭って書いてある？ほんとだ。あ、格闘技だもんだって。うん、インターネット配信した格闘技祭だもん。これはシークレット枠だから塗りつぶされてんの？ダメじゃない？シークレット枠の人をポスターに載せるって何考えてんの？ここめちゃめちゃ美味しいでしょう。テルチャンピンの顔どうした？テルチャンピンもっと写真あっただろ、他に。なんで寝起きっぽい顔なんだよ。お前どうしたんだよ。なんかこういうところがダメなんだよね、テルチャンピンって。寝起きか？どうした？何があったの君に、テルチャンピン。和道遺伝継承、何？和道遺伝勝者？和道？何これ？あのさ、こういうキャッチコピーみたいなの相談してほしいんだけど、何なのこれ？和道なんとか伝承者。和道流伝承者、和道か。即効性殺虫剤、テルチャンピン。ここいい、美味しい位置だよね。石川紀之、桃江里、ナーボー、新八丁。この辺よりも目立つ位置にされてるっていうのが配慮を感じるよね。その、出場者っていう感じがするよね。なんかぐちゃぐちゃ塗りつぶされてんの何なんだろう、これ。なんで？キャッチコピーがよくわかんないよね。包丁なしは結構良かったけど。不転倒の配信通して踊る弁当だろう。何格好つけてんだろう。鶴瓶だ。鶴瓶みたいな顔して。いかつい鶴瓶だろ。
イベントイベント捨て頃って言って、あの格闘技っていうか姉ちゃんその話題もついてこれてないの、マジか結構もう相当経ってるけど、最近姉ちゃん忙しいの？大丈夫？和道リスナーとして結構ないぞ姉ちゃん。あの新木場でやります、新木場であのやるんで、もしよかったらチケットはもう多分ソールドアウトしちゃうよ本当に。こっち側に宣伝入れとくか、うん、左上にこっそりあるワード、マジでちょっと待って、よいしょ、これでしょ左上、バールなしピッケルなしチェーンソーなしアウトロー系美味しいじゃん。鶴の神と佐野となんだっけ、あの丸亀の竹本のことだねこれ、うん、はい、ワード2、ですね、知らない人のために告知をさせてください。6月の10日に、インターネット配信者の格闘技祭があります。もしよかったら見に来てください。リングの上で白黒つけてもらいましょうということで、僕は第4世みやびさんが乗ってないのか、あれみやびさん乗ってないよ嘘でしょ、本当だ、気づかなかった、みやびさんいないね。この塗りつぶされてんのがみやびさんなんじゃないの、どうなんだろう。怒りのまんじ固めいらっしゃい、ね、乗ってないね。ぜひぜひ皆さん会場までお越しください。イベント名は捨て頃ですね、素手で喧嘩するって意味です、簡単に言うと。ついに来たか捨て頃。このポスター欲しいんだけどこのポスター欲しいんだけど、普通にもらえないのかな。なんでみやびさん乗ってない、下にいる、嘘、みやびさんどこ、どこにいる、あ、いた、みやびさん何選手の感じでなんでこのゲスト枠のところにいるの、いたわみやびさんいたわ、ここだ、ゲスト枠のところにいるんだ、なんだろうね、間に合わなかったのかな、潜在写真あの提出まで時間あったから多分遅くなったんじゃないかな、ここにいたわ、本当だ、いかついな、いや、いたいた、うん、多分ね提出間に合わなかったんだと思うよ、潜在写真が、俺らはほらカメラマンさん集合した時に撮ってもらったから多分それが原因だと思うけど、うん、なんかポスター見る限り笑いなしの真剣勝負っぽいですね、ゾクゾクしますね、見に来れば、新木場だよ、すごいよこれ、配信好きにはたまらないメンツだよ。どれだけ豪華かっていうと、便所太郎、金映えセブン、どれ深夜食堂、ズキティ、サトミ、テルチャンピン、ワド、ヒカルくん、ポンスケ、で、石川のりゆき、桃えり、ナーボー、深夜っちょ。この人わかんないな。で、なんだっけ、あの、可愛い女の子二人。ねえ、こんだけ集まるんだよ、TJ とか。うん、あと、あれだからね、芸能人も来るらしいからね。芸能人も普通に見に来るらしいよ、チケット売れてて、超おすすめイベントだよ、ほんと見に来た方がいいと思うよ、見に来た方がいいけど、もうチケットが売れすぎてて立ち見になっちゃうかもしんないけどね多分ね席はもう取れないと思う、席取った、みんな取れた、取れなかった人、行こうと思ったのに席取れなかった人手挙げて、買えなかったわっていう人、なんか和道リスナー3人、いつものメンツはのんたん彼女とあとたくみさんとレクチャーね、チケット取れなかったらしいよ、修正したぐらいいい感じですよね、修正してくれてるね、あのコントラスト上げてるんだよこれ、ガンマッチとコントラストっていうの上げてる、あ、たくみさんやっぱ取れなかったでしょ、たくみさん取れなかった、マチルダ取れたのかな、結構ね高い席も全部埋まったらしいからね、ポスターにシークレット載せちゃうのはダメだよね、黒く塗りつぶしておけばよかったのに、
結構いいねデザインね。これちゃんとデザイナーが作ってるはずだよ。あの弁助太郎さんが作ってたやつラフみたいなの見て不安になってたもん俺。やばいなと思ってダセーなと言おうか迷ったもん。俺作らせてって言おうか迷ったけど、ちゃんとねスタッフいるからね。あそこは弁助太郎さんのところはデザイナーもいるんだよ。まあまあいいポスターだね。いいポスターだよ。これポスター10枚ぐらいもらおう。欲しい人に配ろう。サイン書いて。でもこれ部屋に飾ってあったら相当配信好きってバレるよね恥ずかしいよねちょっとね、うん、さっきギリギリで撮れました。え、もう売ってんの？一般販売もう発売開始してんの？ローソンとかで、ローソンとかで発売開始してる？マチルダ、え、それちょっと検索してみたいんだけど。チケットピアで、ピア E プラス、ちょっと検索してみない？ちょっと検索してみようぜ。女性もいるけどもちろん男女は分かれて戦う。いや、一試合一試合だよ。え、もう発売されてる？ちょっと待って、チケットピア見てみるわ。チケットピア、え、それ聞いてないよね。ていうか弁助太郎さん告知甘い部分あるよねそこ。ちょっと待って、捨て頃で検索すればいいのかな。捨て頃、捨て頃、なんて検索したら出てくる？え、出てこないんだけど。3月下旬、え、まだ発売されてないってこと？どういうこと、どういうこと？俺が聞いてる情報とちょっとなんか違うんだけど。まだ売ってないってこと？ん？どういうこと？ギリギリ取れました。一般発売で VIP も買える？ん？どういうこと？どういうこと？マチルダちゃんと教えて。え？捨て頃で出てこないんだけど。捨て頃。ん？いや、出てこないね。まだ売ってないんじゃないの？先行キャンセルを変えたんだ。よかったじゃん。ああ、なるほどなるほど。で、メダルもね、できたらしい。あの、勝者にだけ与えられるメダルっていうのがあるんだけど、見ます？勝者、あの、対戦で勝った方だけがもらえるメダルがもらえるって聞いてたんだけど、それがね、できたらしいね。ちょっと待って。あれ、どこだ？ダウンロード。あれ、ダウンロードにないな。ちょっと待ってね。先輩。うん、どうやってやればいいんだ。ラージ。ファイル。え、どうやダウンロードできないの？ JPEG ラージ、ちょっと待ってね。できたできた。対戦相手に送られるメダルがこれっぽいっすね。もう完成したっぽいんでお見せします。どれだ？これかな？これか。これが対戦相手？要は勝者に送られるやつだってメダル。あれ？すごいね。よくない？これ。弁助太郎、弁助太郎フェスボリューム1、捨て頃。インターネット配信格闘技祭新木場ファーストリング捨て頃。これいいよね。ねえ、もののフェイクゾーンさん真ん中にしてもらえた。なんかすごい優遇してもらってるんだよね。なんか知んないけど、なんか弁助太郎さんとしてはあるんじゃん、気使ってくれてるっていうのがあるんじゃないのかな。
メダルのデザインいいよね、これ。なかなか本格的な作り込みですよ、うん、これはいいですね。なかなか、いやーこれメダル取りたいな。ノンタンの首にかけてあげたいな。これはノンタンにプレゼント全然できてないから、どんな手を使ってでも勝利してください。ああ、お前よ、おい、テルチャンピーよ、ガッチャガチャにしてやっからよ。まずよ、目ん玉くり抜いて、おい、前歯へし折ってやっからよ。保険入っとけよ、この野郎。ああまあそういう感じで行こうね。そういう感じでどんな手を使ってでも勝てってすごい、うん、デザイン賞並み結構かっこいいよね。金かけすぎでしょここに本当はゆいがさんがね入るはずだったのにね。ゆいがさんが入るはずだったのに。金梅さんが意外と小さいね、うん、その金梅さんの試合はガチじゃないんじゃないかっていうね金梅さんは逃げる可能性がある、うん、歯もぶっこ抜いてやろうぜ。おー、なるほどね。センスあるよね。ポスター普通にかっこいいからこれ部屋に飾ろう。あ、お店やってる人とかでもし姉ちゃん店に飾ってよこのポスター。ダメ、これさ、お店何店舗か持ってんだからさ、飾る、飾ってよこれ店の看板でバーンって超ウケるんだけど、姉ちゃんの店にこれ貼ってあったら爆笑するよね。スタッフざわめくよねあ、なんだなあれみたいな、早く外してみたいな。グッズうちわがあるみたいなんです。終了後にサインくださいね。あ、もちろんもちろん、あの声かけてもらったら全然パパッと書きますよ姉ちゃんの店にこれ貼ってよそしたら俺クソ爆笑すっからこれもし店やってる人とかいたら、あの貼るよっていう人、あの言ってください。あのまあ便所太郎さんに郵送で送ってもらえばいいのか、それは。いやー、なんかワクワクしてきたな。なんかワクワクしてきたな。はい、ヒロ君はこつ楽しみだね。ドキドキが止まらねえよ。うん、チケット販売はまだだね。チケット販売はまだです、うん、それリツイートしとこうか。キャンセル出ないかな。便所太郎さんと連絡とまめに取り合わないと無理だろうね、それは。ゆいがさんは出ないですね。逃げましたね、うん、本当はゆいがさん企画なはずなのにね。ゆいがさん出発なはずなのに。ゆいがさん逃げました。いません。先行発売分は完売。そうだね。あと空き席どれくらいなんだろう。空き席は、多分でもまあ、3分の1ぐらいしか売れてないはずなんだよね、まだ。まあ、ちゃんとその日にもうローソンとか張り込んでたら買えるはず。試合そんなところで座って配信してていいんですか。え、どういうこと。いや俺毎日練習2時間やってんだよ、姉ちゃん。スパーリングとかもやってんだよ配信で。だから姉ちゃんが見てないだけなんだって。いや、ガチの戦いっすよ。だから殺すつもりでやれって、もう便所太郎さんにメールで何回も言われてるもん。本当に殺していいよって。逃げた、ゆいがさんは逃げた。俺だってあれだよ、練習しまくってるよね。
みんなね、姉ちゃんが見てなさすぎるんだって、うん、ほらここにもヘッドギアもあるし、うん、腕もいいわ、こんな感じだよ、うん、ねすごい腕太くなったって言われるんだから、体重もうすぐ20キロくらいになるのかな、めちゃめちゃ増えてるし、うん、兄ちゃんが見てないだけだよ。 YouTube に動画残ってるよ姉ちゃん全部録画が、殺したら警察来ますよ、来ないよ、うん、マドさん誰だとか、俺はテルチャンピンだね、うん、俺の対戦相手は第4試合でテルチャンピン、まあ警察は来るか、殺したら、うん、警察は来るね来ないは言い過ぎだな、警察は絶対来るな、うん、相手は強そうですか、24歳でスポーツマンだね、うん、絶対負けるっていう前評判です、もう和道は絶対負けるっていう前評判、くるくるどう見れてる、見れてたら手挙げていい、いや殺したら警察は来るよ、相手がもし事故でも死んだら警察は絶対来るから、それは来るよ、殺しちゃったらね、うん、ただ裁判で咎められるとかそういうことは一切ないね、うん、見れてる大丈夫、うん、ありがとう、うん、いや来るでしょそこはさすがに来るでしょ警察も、うん、警察来る来る、どうして死んじゃったのって、逆に来なかったらそれ日本じゃないよる大丈夫、遊びなら来ない、遊びなら来ないってどういうこと、先行 1,2 秒でなくなったから一般販売日が決まったら数時間前にスタンバっといた方がいいと思います、俺は買わないからね、でもみんなは買う人は絶対そうしておかないと買えないと思うよ、そんなことより今月の売り上げこのままだと15プラスアルファだぞ、やばいねちょっとね、本当になんか売り上げ今月やばいんだよ、もし応援してくれる人はアイテムお願いします、リミッター外れるっていうかね、俺ね結構本番に強いタイプなんだよ、水泳の大会とかあと大会系ってあるじゃん、ライブとかさ、そう本番みたいなやつ、そういうのでめちゃめちゃパフォーマンス発揮するタイプなのね、あれあいつあんな感じだったっけみたいなタイプなんだよ、あテンション上がっちゃう感じだから、この前のスパーリング笑うよね、ほんと笑うよね、結構面白いと思うよ、試合風景は便所太郎さんのところで配信が行われます、僕は配信はできないです、契約書に書いたんで配信はできないですよ、僕の枠じゃなくて便所太郎さんの枠でずっと2時間配信が行われますね、売り上げやばいよな、ちょっとマジで旅配信も始まるんで、おおすげえな、姉ちゃんから5個いただきました、ありがとうございます、姉ちゃんから花火5個です、イエイエイ、姉ちゃん花火ありがとう、マチルダ風船10個ありがとう、やったぜ、ありがとうございます、ありがとう、よいしょ、やったー、5個だから5、6、30回やります、15、15でやろうか、ありがとう、15回、15回でいきます、いきます、1、2、3、4、5、6、10回3回だな、7、8、9、10、よし、ありがとう姉ちゃん、いいねいいね、いきます、よし、
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、あと10回。試合中に減らったらやばいよね。向いてないから辞退しなよ。絶対しないんだけど絶対辞退しないわ。なんとかくん、なんで俺が辞退すんの。君ね、この人ね、この人、うん、よいしょ。ユイガと一緒にしないでください。いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ありがとうございます。よいしょよいしょ。でも勝ちたいね。絶対勝たないとね。これだって負けたら一生言われるよ。一生の恥だからね。絶対負けらんね。頑張ろう。すごいよね、スポンサーもかなりでかいところつけてるしさ、企画力あるよな。ほんとこのイベントは絶対当たるもんね。おお、一専務さん、バーガー5個ありがとう。サンキュー、ハート5個ありがとう。バーガー5個にハート5個ありがとう。サンキュー、ありがとうございます。いや、頑張んねえとな。いいね、いいね。気合い入れてこうぜ、気合い。勝って賞金あるのかな。賞金じゃなくてね、ギャランティーは出ますよ。ギャランティーは出ます。あと、勝った時はメダルがもらえるっていう感じですね。賞金っていうよりも、ギャラとメダル。この2つです。風船100個ありがとうございます。ハッチありがとう。風船100個ありがとう。おお、すげえ。バーガー100個、バーガー10個ありがとう。ハッチありがとう。いいね。カラオケ行きたいな。カラオケ行く？今から。カラオケ配信やだ。カラオケ配信あんま好きじゃない？みんな。カラオケ行かない？カラオケ。久々になんか、ちょっとリラックスしたいんだけど。それか散歩配信、なんか街を徘徊するとかさ。でもバッテリーが2時間しか持たないんだよな。バッテリー2時間の縛りは結構でかいんだ。かそる、あ、やめとくか。かそるか、そうか。配信者には息抜きすら許されないからお久しぶり、ジュンヤさん、いらっしゃい。楽しんでて、いらっしゃい。歌うこともトレーニングの一種ですもんね。はい、そう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 、前向きに捉えていかないとね、やっぱり。トレーニングしていかないと。トレーニング、
でも今回の企画はマジで盛り上がるぞこれ。おお、すげえ。ジュニアさん、風船999個ありがとう。ジュニアさんありがとう。徘徊やる？なんかテーマ作ろうよ。じゃあ外配信全然ありだけど、何しに行こうか。もうご飯食べちゃったんだよ。松屋でね、あのビーフカレー食べて、あんまうまくなかったけど、ビーフはうまかったんだけど肉厚で。九太郎さんはどつ肉厚で美味しかったんだけど、なんだろう、あんまりねカレー自体はうまくなかったな。何がいいかな。散歩する？散歩。ドラムで腕っぷし強化。ドラム配信もいいんだけど、ピンで配信してもきついものなんだよね、ドラムは。風合わせ、純也さんありがとう。ありがとね。助かります。何がいいかな。なんか考えないとね。なんかテーマを持って企画っぽくやりたいよね。おい、つみきちゃん、風船30個ありがとう。ありがとうございます。何がいいかな。ダーツとかも最近やってないな。ダーツやりたいね。なんか一人で遊ぶしかないかんね。なんかのんたんが連絡取れないんだよね。また寝てんのかな。なんか今日のんたん俺の家来る予定だったんだけど、なんかお兄さんと弟さんにくっそ怒られたらしいんだよね。なんか和道さんの家行けませんっつって、兄弟にくっそ怒られましたって。部屋がね超汚いの、のんたん。だからね、多分ねあまりの部屋の汚さがバレたんだと思うんだよね。ネタのない外徘徊。ロハコさんとスパーリングめっちゃ面白いじゃん。ワイドさん、パンチをもっと早く。そうそう、ワイドさん、ワンツーワンツージャブ、いいですね。ちょっと待ってろ、もっとスピードつくから。ワンツーワンツー。ワイドさん、腕太くなってきましたね。つみきちゃん、バカ10個ありがとう。ありがとう。それ面白いな。ロハコさんセコンドだからね、俺の。結構セコンドとかさ、配信者じゃない、ロハコーチ。ロハコーチ面白いな。金がかからない遊びが東京はないからな。マーメイドスタイル。ただ口出してるだけじゃんそれ。私的には日進塾のホームレス配信興味深かった。あー、でもまあ俺の知り合い有田さんと田中さんと、あとまあ会長とか、あ結構いるな。うん、日進塾のホームレス配信ね。でもまあまあ、なんだろう、あの人たち別に普通だからね、ホームレス楽しんでるからね。うん、まあ知り合いだしね。ここの家にもよく遊びに来てた時期もあったんだよ。有田さんに酒を差し入れしに行く。有田さんに酒欲しいって言ってたから、酒を提供しに行こうかな。
最近読書とかしてないんだよな。映画見たり読書したりとかすげえやりたい。一休酒、そう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 、一休酒が飲みたいっつったよね。この前ね、でかいやつ買ってったら一休酒じゃないっていうぶちられたもん。 高い酒持ってこいと。日本酒飲まないから分かんないんだよね。タバコ買わないと。いや、あるんだよ。今、長いの残ってたから。別に、金はあるんだけどさ。小銭貯金、見せたっけ？小銭貯金、今どうなってるか。あれ、見せたっけ？小銭貯金。なんか、小銭を貯める癖つければってリスナーさんに言われて、で、やってみたんだよ。小銭を貯めてみたんだけど、これいくらぐらいになってるかな。500円玉はやってないんだけど、500円玉ではないのね。今小銭貯金どうなってんだろう。で、広げてみようか。これ2個、これ2個と、ああ、円玉何枚かあるな。あ、こんな感じっすね。いくらぐらいになってんだろうこれ。いや、別に俺はタバコやめる気ないよっていうのはずっとリスナーに言ってたよ。禁煙とかやるつもりはないよ。まあ、今こんな感じなんだけどさ、いくらくらいなんだろう。裏に入っちゃったな。いくらぐらいかなこれ。こんな感じ今。これ一回ね、もうちょい溜まったら開封枠やりたくない？いくらぐらいになってんのか。500円玉でやればよかったな。すっごい重たいかんねこれ。鉄の塊だかんね。いくらぐらいなんだろう。そう、小銭をもう家1日で小銭があったらもうすぐそのペットボトルの中に入れてんの。こう、金か、金種？何？金？金、金何？
500円以外の小銭を全部ぶっこんでるっていう、もうポケットにあってジャラジャラしてんのを1日1回もうポケットの中からずっと入れるっていうのを今年からずっとやってんだよね。1円、あ、タバコって確か、タバコっていうか買い物って硬貨何枚までしか使っちゃいけないっていう法律があるの。何枚だったっけな、27枚だか40何枚だか判例あったよ。5万円あるか、どうだろうね。100円玉だけで数えてみようか。これはまあ置いといて、こっち側だけどれくらいあるんだろうね。100円玉じゃあ数えてみます。どれくらいなんだろうな、そんなになくねえか。2、4、6、8、9、これで100、1000円、1000円、2、4、6、8、9、2000円、2、4、6、8、9。あー、どっか行った？どこ行った？あー、見やっ、どこ行った今。3000円、3000円、2、4、6、8、9。4000円、2、4、6、8、9。5000円、2、4、6、8、9。結構あるな。6000円か、これで。2、4、6、8、9。結構あるな。でも3万円ないね。7000円、そんなないよ。1万円はあったわ。1万2、4、6、8、9。何放送だよ、何放送だよな。小銭を数える放送だよ。小銭数えてみた。いや別に普通に雑談振ってくれたら雑談振るけど、何枚って言われたら数えたくなるの。オワコン、オワコンを見てる方がオワコンでしょ。100円玉だけでもあるな。
ってみようか。2、あ、ありがとうさんいらっしゃい。しろやと、うん、あれなんでカメラ止まってんだこっち。動いた。にしろやと、にしろやと、さすがにないでしょう。2万いきそうだね。2、4、5、やと2万いきそうだね。2万いくかこれ。2万円いくのかこれ。ああ、2万いくんじゃねえこれ。いくかこれ。2万、こう量あるな。2万いくか。2万いくのか。いっちゃうの。いっちゃうかな。2万いかねえな。2万これ確実にいかないわ。500円玉発見。2万これ絶対いかない。あ、確定だわ。絶対いかないわ。2、4、6、やと。何を数えてるの。この小銭申告してたの、区役所に。だって生活保護終わってからこれ始めたんだもん。2、4、6、やと。何を数えてんの。お金。100円玉。2、4、6、やと。2、4、6、やと。2、4、6、やと。ウィー、貯金箱、貯金箱、2、4、6、あ、じゃあ1、2、3、4、5、6、7、8、9、22,000円だわ。22,000円とこの分、22,000円とこの分だったわ。これ100万円貯まるまでやってみる。なんそんなすぐ貯まるの。いやだから小銭を全部ぶっこんでたんだって。もうこれだって何ヶ月やってる。3ヶ月ぐらいやってんだよ。カッチュー花火ありがとう。カッチューありがとう。花火あざまーす。いやー来たー、ありがとう。そうそうそう、リステリンの空きボトル。そう、貯金箱買えないからリステリンボトルですね。よくわかったね。
ハッチンさんから花火いただきました。ありがとうございます。いきます。1、2、3、4、5、6、ありがとう。よいしょ。何がおかしいんだよ。よいしょ。腕太くなってきた。そう、腕こんな感じ。腕太くなったかな、やっぱり。バーガーここありがとう。ゴルゴさんバーガーありがとう。お金がもったいない。まあだって君にね、花火するわけじゃないからね。俺のこと応援してくれてるわけだから。君にその魅力がないだけでしょ、うん、魅力を感じてくれたり応援しようと思ってくれてるから花火してんだもんね、みんな、うん、可愛い子には飯を与えろっていうことわざがあるでしょ、うん、自分には利益ないよ、やめときな。あー、三流だね。三流の考え方だね。ここで花火をしたりアイテムする人たちは自分に余裕がある人たちなの。自分に余裕があるから人に分け与えることができるの。君みたいにカツカツじゃないんですよ。その発想が貧困だよ、発想が。その1円半年かかりそう。何その1円って。よいしょ。大体さ、配信でさ稼いでるところでさ、営業妨害なんだけど、普通にブロックするよ、うん、俺は配信で飯食ってるところでさ、やめなよとかさ、意味わかんないでしょ。普通に営業妨害でしょ。プロ配信者に失礼だよ。プロ配信者に。貯めるの？いや、毎日毎日ザラザラザラポン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 入れてたよ。3ヶ月ぐらいでこれくらいだよ。うん、3ヶ月じゃないか、2ヶ月ぐらいか、うん。俺プロだよ。楽しい配信をしてくれることに対してのチップだよ。いちかありがとう。6月10日はね、チームではない。チームじゃなくて、一人一人対戦します。第1試合が、このドレ深夜食堂さんっていう人がいるんだけど、老舗の筋肉超人、ドレ深夜の食堂っていう人と、このみやびさんっていう人が対戦するのね。で、第2試合が誰だ？あ、違う、第1試合、金梅さんだ。金梅さんとセブンさんが第1試合。で、第2試合が誰だ？第2試合が？第2試合誰だ？第1試合がドレさん。第2試合なんだっけ？ん？第2試合誰だ？あ、第2試合がセブンさん、金梅さん、ドレさん、セブンさん。で、さとみさん、ズキティが第3試合で、第4試合が和道とテルチャンピン。で、第5試合がヒカルバーサス、セブン。で、第6試合、ファイナルがポンスケバーサス、ベンジョ太郎さん。で、最後シークレットマッチだから、第7試合までありますよ。第7試合まで。俺は第4試合、ど真ん中。チーム戦じゃないね。一人一人戦う感じ。一人血まみれ？なんか、シークレットなのか何なのかよくわかんないんだよな、俺も。うん、いくらあった？ 2万2000円あった。この小銭だけで。こっち側だけで。
まあ、結構豪華なメンツだよね。アイラの今月の売上ダウンについて、俺も売上ダウンしてるから なんとも言えないけど、なんかみんなに聞いたところ、ふわっち全体で3月は厳しいっていう話 俺なんかさ、本来だったら7万円いってるはずなの、今日の売上。7万円は絶対超えてるな。8万ぐらいいってるはずなんだよ。だけど、今現時点でいくらだ？今現時点で3万円だから半分ぐらいかな。先月のペースの半分ぐらいの勢いだから、かなり焦ってる。そこの4人って誰？ 4 人？誰だろう？誰？ 4 人って。4人？下の4人のこと？誰だろう？ 4 人？年単位そうだね。だけどやっぱ月計算でやっぱ売上目標を立ててるから、結構厳しいよ。結構厳しい。だからふわっち全体っていうか、多分景気がね、悪いんじゃないかなっていうのが俺の予想。全体的に。3月はあと、決算って言って、お金持ってる人たちが、なんつうの、忙しい時期でもあるのよ。自分の事業とかを確定申告とかやる時期だから、それでお金にシビアになってるんじゃないかっていう見方もあるね。4月になったら流れ変わるっていう風にみんな言ってるけど、3月はみんな結構苦戦してるよ、配信者は。厳しいよね。本当に今月売り上げやばい。今現時点で2万だかんね。ピンチですよ、ピンチ。てるちゃんからポンスケ。あ、俺も含めてくれてんだ。ありがとう。てるポンスケ、ひかる。え？てるポンスケ、ひかる和道か。俺かっこいいか？ ハゲてる親父だろ。前髪薄っていう。てるちゃんびやっぱまだふさふさだよね。ハゲ3人だよ、ハゲ3人。ポンスケ、ひかる和道ってこれ、ハゲてるでしょ。ヒカルくんのこの顔かっこいいよね。まあヒカルくんイケメンだからな、なんだかんだな。ヒカルくん男前だよね。その小銭を区役所に返そう。うるさいよ、本当に。さっきから。ブロック入れるよ。人の金にとやかく言うな。和道も絞りはそこそこ。いや、俺痩せた時イケメンって言われてなかったよ。俺痩せてた時なんかキモいって言われたよ。見る？痩せてた頃。今より体重何キロぐらい？60何キロだったから相当痩せてたと思うけど、キモいって言われたかんのよ。ポンスケいい人だよ。いや、ハゲでしょ、全員。ハゲですよ。痩せてた頃の写真出すわ、じゃあ。去年の8月ぐらいの画像があるはずなんだよな。こんな感じだよ。メガネない方がいい。俺痩せるとこんな感じ。なんか太ってた方がいいって言われるけど、女の人にも。こんな感じだね。どう？頑張ったらたまるかな。こっちの方がいい？これ、ヒゲがなくて、痩せてる感じ。おー、美咲ちゃんはどっち？眉毛の全剃り時代結構好きだった。懐かしいね。え、いちか、そんな古いリスナーだったんだ。
俺もっと最近のリスナーだと思ってたわ。痩せるとこんな感じです僕は。遅いよね。これでも8月とかだよ。去年の8月かな。ガリガリ？ガリガリではねえだろ。ガリガリではねえわ。俺は全然太りたい時太れるし、痩せたい時痩せれるから、自分でコントロールできるから、今はまあ格闘技の試合あるから太ってた方が有利だから、まあとりあえずがっつり太ろうと思って。それで太ってる。痩せる方が好き？じゃあ試合終わったら痩せようか。絞ろうか。筋肉もついたしさ。今胸板めっちゃ熱いかんな。腹も出たけど、実はね、太ったは太ったんだけど、わざと太ってて、自分で食いまくってるから人生で一番太ってるんだよ。違う、デブったんじゃなくて増量してんの、食ってるの。そう。腕を太くしたりとか、パンチ力を上げるために、その腕太くしたりとか、その体を作ってる増量器っていうの、体作ってるんですよ、うん、そうそう。今の方がいいか。 YouTube で和道さんの配信全部見てきました。すげえなすごいねそれね、うん、腕ね太くなったでしょ、うん、昔から知ってる人からするとね結構太いって言われる、うん、今何キロなんですか。11キロぐらいですね。このダンベルのマックスで11キロで、本当はね20キロぐらいのダンベルやるのがそうプロのボディービルダーとかなんだけど、俺はほらニートだったから 6.5、8.6、 何した 6.5、 9キロか、9キロ今11キロまで増量してます。結構重たいっすよ。で花火一発につきダンベル6回っていうのをもうずっと続けてるの。最初はね腕太くする企画じゃなくて罰ゲームだったんだよね。ニコ生時代のロハコゴシャブ事件からワドを知った。あ、そうなんだ。でもねあの事件からワドを見始めたっていう人結構多いよ、うん、右腕の方が太いですよね。そうだね、左の方が全然細いかな。右の方が太いだろうね。でもそんなに変わらないと思うよ、うん、そんなに変わらないと思う。今腕周りが33センチかな。33、ここが、このここで測ると33センチです。40センチ台になるともう超でかいっていうレベル。40センチ超えたらもうほんとプロって言われてる世界。髪型も眉毛全剃りの時の髪型が好き参ったな、うん、体重ある方がそうそう有利だよ格闘技は。やっぱりだからほらボクシングとか格闘技って必ず階級分けっていうのを必ずやるんだけど、あれはパンチ力に差がすごい出るの体重で。だからそこをなんつうの競技としてちゃんとやるために体重別にしてるんですよ。このアングルだとプロレスラーの川田って人わかんないな、うん、じゃあ一回枠閉じてもう一回枠取り直そうか。一回リセットします。一回リセット入ります。もしよかったらフォローしてってください。お疲れ様です。ありがとうございました。最後に、この番組を支えてくれてるスポンサーを紹介して終わりにしたいと思います。まず風船をくれた人を紹介します。すみきちゃん風船30個、じゅんやさん風船1000個、ハッチ風船100個、マチルダ風船10個、つばきさん風船20個、バーガーくれた人、わたけさん、バーガー1個、ゴルゴさん、バーガー5個、すみきちゃんバーガー10個、ハッチバーガー10個、一千無、バーガー5個、猫王さん、バーガー5個、ありがとうございます。ハートをくれた人紹介します。一千武さんハート5個、猫まんまさんが、ハート9個、アーニャさんハート1個、椿さんハート1個、最後に、花火をくれた人紹介します。カッチン花火1個、姉ちゃん花火5個、
ハッチが、花火2個です。ありがとうございます。それじゃあ枠を取り直します。お疲れ様です。次枠も見てください。ありがとうございました。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バットボタン押してんねんもう。